今からコングのプレゼントをあげたいと思います。コングちゃんプレゼントあげよっか。気になってたでしょ僕のですかって。今回は、はい、名前入りグッズにしてみました。名前入りグッズだって。あ、ちょちょちょ、待って待って待って、パーン、うわ、名前入ってるというか商品です。今度名前入ってる、今度名前入ってるよ、これほら入れてもらったのかな。ほら、ここまで名前入ってるよ。本当だ、すごいじゃん、こんちゃん。すごい、これね。ちょっとじゃあ、こっち預かっとこうか、一回。ちょっと待って。あ、それは違うんだ。名前入りじゃないんだけど。これかな？うん。あ、本当だ。名前入りグッズだ。それ何ですか？これは…リードです。はい、コングターレイン、コングターレインです。お散歩用リード、よかったね、うん、なんかかっこよくない、それ名前、名前リードね。ああ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 、いいよね。よかったね。で、これは？それは短いなんかリードみたいなやつ。お友達と遊ぶときにさ、うん、リードつけたまんまだと長すぎるから。遊べるってことね。そうそう、遊べるっていうか。抑えれる。そう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 、抑えるのが楽だから。ほら、今度。なんかね、そのボールはすごくね弾むらしいんだよね。本当？そう、だからお外で遊ぶ用の方がいいと思うんだ。お座りして、待って。で、明日お外でお座りして遊んでみようね。すごい、待って待って、コングのはーい、ちょっと待って、サインボール、コング、テニスボールよりも高く跳ね上がるって。すごい、いいね、こんちゃん。持ってきて。ちょっと、顎取れちゃうよ。ほらほら、右にしようって言ってた。よかったね。ね、よかったね。というわけで、はい、今回は、これと、コングの名前入りと、の、コングなんとかと、うん、短め、コングじゃないな、これ、それ違うんだよね、タイラップと、はい、コングボールです。お誕生日プレゼント、はい、おめでとう、コング、おめでとう、コンちゃん、よかった ね、 ね。切れた？どこ待ってくるの？待ってる、捨てた。